はい、皆さんこんにちは、こんばんは。くすみがきファイン社員でございます。今回の動画はですね、少し編集が遅くなってしまったんですけど、11月6日に行われたレイマーの展示会に行ってきましたので、その内容がどんな感じだったのか、こちらの動画で紹介していきたいと思います。今回の展示会は2回目の参加になるんですけども、今回もですね、今まで発売されてきた歴代の革靴の展示と、あとは試着ができるようなコーナーと、リジェクト品の販売の、この3つが行われていた感じになりますね。ということで早速見ていきましょう。はい、ではまずこちらですね、入り口から入ったところで、まあ一番最初に入ったところにあったんですけども、まあ、ブラインドウィングチップとストレートチップとスキンステッチ U チップの革靴がありました。まあ、これは多分最近発売されたモデルかなと思いますね。でこれがサンプルかな、あの左のやつとサンプルのやつで、まあそれぞれクォーターブローグ、フルブローグ、シングルモンクのスキンステッチ U チップということになってますね。まあ、こんな感じで、まあかなりかっこいいモデルになります。でここからは黒の革靴の作られた革靴のやつになりますね。で、クォーターブローグ、レイジーマン、まあそれぞれ、こんな感じになってまして、まあレイジーマンダブルモンクということで、まあ、結構脂肪側のやつがかっこいいなと思いました。はい、で次これが、まあこれも多分最近発売されてるやつですかね。まあ、アーチャーとか、あとはあのグリーンの脂肪側のやつとか、あとは左のやつがサングリスピンデーの、限定のやつですね。で本当はこれのシングルモンクのタイプが欲しかったんですけど、ちょっと買えなかったんですけどね、ちょっと惜しかったなと思います。で続いて、これがまた左側にあったやつなんですけども、まあ結構こんな感じで黒のやつとか、バインレッドのマダラム模様のやつとか、まあ、こんな感じで、まあ黒い感じのやつもありますね。でこれがですね、ちょっと別のコーナーの奥にあったやつなんですけども、これがまあホールカットとかもあるんですけど、これがパティーヌ大会で、なんか使われたやつらしいですね。でこっちの目の前ですが、これがまあ最近ではないモデルもあるんですけれども、靴ひも通すが7つあるやつとか、あとまあダブルモンクとか、まあ革の種類が違うやつで、まあこんな感じで構成されてますね。で、あ、そうですね。でこれがまあホールカットとか、チゼルというようなやつなんですけども、まあ、こんな感じで、ありましたね。で、まあ、この辺のブラインドブログのやつは、あの最初に紹介したやつの中にも入ってました。こんな感じでかなり色合いが、いい感じだった感じですかね。まあ、これもかなりかっこいい感じなんですけど、これのシングルモンクが本当は欲しかったんですよね。でこれが、パッティング大会のやつですね。はい、でまた黒のやつに戻ります。でこれも多分今までの歴代のモデルがいろいろ、多分ストレートチップがまあ多いのかな。でレイジーマンのやつもあって、まあストレートスレッドレベルソフト A とクォーターブロークというふうな感じになってるみたいですね。はい、まあ結構かっこいい感じです。で上段行って、まあ茶色系のやつが、ありますけれども、スキンステッチの U チップと、セミブローグ、クォーターブローグ、シングルモンク、外バネのウィングチップというふうな感じですかね。まあ結構オリバーとかアーチャーとか、まあかっこいいモデルもありますけれども、あ、そうですね、こんな感じですね。でこのスキンステッチの U チップも結構かっこいいですね。でこの辺のアノネの、あ、この辺のオリバーのやつですね。オリバーとかオースティンとか、脂肪側が使われた外バネのウィングチップのやつが結構やっぱかっこいい感じですね。まあ、欲しかったんですけど、ちょっとこの場では買わなかったです。アウトレットにも何足か、あった感じではあったんですけど、ちょっとこの時は買わなかったです。で、これが試着用のゲージ靴ですね。まあ、それぞれ木型によって違いがあって、これがですね、まあそうですね、ちょっと光が反射して見えないんですけども、まあこんな感じで、まあいろいろこう木型、これが2022ってやつですね。はい、まあこんな感じでサイズごとに、ありました。はい、でここからリジェクト品のコーナーになるんですけども、まあこんな感じで結構スウェードの革靴がまあ多かったような印象ではあるんですけども、まあ小さいサイズから大きいサイズまで、そうそう、こんな感じでダブルモンクの、やつがあったりとか、そうですね、あとまあこういったまあパティーヌの、やつも結構あった感じですかね。ホールカットのやつもありました。このなんかダブルモンクのこの形が結構多くあったような気がしますね。
あとまあちょっと珍しいですけれども、まあ自分が行った時には少し時間帯遅めだったんで、もうほとんど結構売れてる、ような感じだったのかもしれないんですけれども、まあ結構大きいサイズだとこういう風な感じで、まあ脂肪側のモデルとか、これは結構かっこよかったですけどね。なんか少しオイルが、多く含まれているような革でした。これで3万ぐらいかな。はい。まあ一応そんなような感じですかね。はい。はい、ということで、今回ちょっと、かなり短めの動画ですけども、いかがでしたでしょうか。今回はですね、レイマーの展示会に実際行ってみて、どんな感じだったかっていうのを、ご紹介する内容でございました。まあ、また多分定期的にレイマーに関しては年1回ぐらいの頻度で、展示会やると思うので、またこういった機会がありましたら、まあ、今回のような感じで、また会場に行かせてもらって、どんな感じだったかっていうのをちょっとレビューしていければなというふうに思っています。はい、ということですね、今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が少しでも参考になったなとか、ためになったなと思っていただいた方は、チャンネル登録と横にあるベルマークをクリック、いいねボタンもお願いします。それとコメントがある方はコメント欄から教えてください。インスタグラムとツイッターもやってますので、下の概要欄からぜひ見てみてください。それではまた次の動画でもお会いできればと思います。ご視聴ありがとうございました。